こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではミニマリストが春に買うべき服ベスト7というテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。僕のチャンネルでは基本的にですね、ベーシックなアイテムですとか定番的な着こなしについて皆さんにお伝えすることが多いんですが、時々ですね、トレンドアイテムについても解説したりだとか、あとはですね、結構定期的に行っているのが、こちらのミニマリストになるとしたらどんなアイテムが必要なのかというシリーズなんですけども、僕自身はですね、正直ミニマリストではないんですね。仕事柄いろんなものを買って経験をして、その成果を皆さんにお伝えするのが仕事なので、どうしてもミニマリスト的ではないんですが、ただですね、僕の根底には、私服に関してはあんまり量は持ちたくなくて、できる限り少数精鋭で、なおかつ頭を使わなくてコーディネートが楽にできるということ、これを意識するようにしてるんですね。ですので僕のマインドの中にはミニマリスト的な部分もあるので、今回の動画ではですね、もし皆さんがこれからミニマリストを目指すなら、もしくはすでにミニマリスト的な生活をしている方でしたら、どういったものをですね、春服揃えておけばいいのか、ここをですね、スタイリストの視点から皆さんにお伝えをしていきたいなと思っています。おそらくですね、ミニマリストと検索するといろんな方の動画が出てくるかなと思うんですが、僕の動画の中ではプロのスタイリスト視点で、もしアイテムを選ぶのであればこのあたりが間違いないですよという形でですね、皆さんに動画をお届けしていきたいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということでここからですね、具体的にアイテムを皆さんに解説をしていきたいなと思ってるんですが、まず一つ目はですね、正直安くないです。結構僕の中でも頑張って買ったものなんですが、これはですね、ミニマリスト的になるべく服の量を増やさずに過ごすにはかなり使えるアイテムかなと思ってるんですが、こちらはテアトラというブランドのデバイスコートというアイテムですね。これがですね、秋冬に購入してめちゃくちゃ使い勝手が良かったので、ミニマリストの方にもおすすめかなというふうに思っています。コート自体は結構軽量なんですね。ロング丈でずっしりと重たそうなイメージもあるんですが、着心地はすごく楽です。で、デザイン的にはすごくベーシックで、サイズ感も今っぽいですね、ゆったりめのサイズ感になっているんですね。ですので、中ある程度着こなせば、これで冬も越すことができますし、春のコートもこれ一着あれば基本的には耐えてしまうので、秋、冬、春ぐらいまではですね、このコート一着あれば使えるので、非常に便利なアイテムかなというふうに思っています。まあ、テアトラのデバイスコートというと、もう定番中の定番で、結構長らく形が変わらずにですね、こちらが売られているわけなので、来年再来年とかなり先までですね、見越してこちらは使うことができるので、正直コートはですね、しっかりと投資をした方がいいかなと思っています。あまりですね、ミニマリスト的には量を増やさないことが大事なので、特にアウターのような一番外側に来るもの、そしてトレンド感がそこまで大きく出ないものに関しては、思い切ってちゃんとしたものを買った方が僕はいいかなと思うんですね。というのも、やはりコート一着で回すのであれば、それなりに着るときにテンションが上がらないと、どうしてもですね、飽きてしまうんですね。ですが、このようなテアトラの名作ですね、こういったコートであれば、やはりですね、完成度も高いですし、着た時のワクワク感みたいなものはしばらく得られるかなと思うので、これはですね、ミニマリストにはすごくおすすめのですね、コートになってるかなと思っています。で、このコートの良いところなんですが、ポケットの収納量がね、すごいんですよ。まあ表にもですね、もちろんポケットついてるんですが、内側にもですね、しっかりと大きなポケットがついてるんですね。ですので、このコートを着るときには僕はですね、あんまりバッグを持たないんですね。iPad ぐらいまでは入ってしまいますし、あとは本なんかも軽く入ってしまいますし、本当にこれがあれば手ぶらで出かけることができるぐらい便利なコートになっているので、そういった点で見ても結構ミニマリストの方には相性がいいコートかなと思っています。で、色に関しては僕はブラックを選びましたが、ダークネイビーみたいな色合いもあって、それもまたですね、雰囲気がいいので、このあたりは皆さんの好みのものを選んでいただければなと思うんですが、ただですね、このアイテムなかなか人気ですぐに売り切れてしまうというところが唯一のデメリットなので、ぜひ皆さんもね、春バージョンのデバイスコートがあるので、ぜひお店の方でチェックをしていただければなと思っています。決して安くはない買い物ですが、長い目で見て、これ一着あれば完結するというコートの中では、これは最強かなと思うので、ぜひ皆さんですね、チェックをしていただければなと思っています。
はい、続いて3点目のアイテムなんですが、僕が今着ているユニクロのウォッシャブルミラノリブクルーネックセーターですね。これはですね、めちゃくちゃ使い勝手がいいですね、アイテムの一つかなと思っています。まあ、ミニマリストの方って結構ですね、ニットを敬遠される傾向があるんですね。ニットというと、ちょっと扱いが面倒で、洗濯とかもちょっと大変かなというイメージがあるかなと思うんですが、こちらに関しては名前にある通り、洗濯がしやすいんですよね。ですので、手入れが簡単というところ、ここは最大のメリットだと思います。ユニクロにはたくさんのですね、ニットがあるんですね。まあ、その中でも先日ご紹介した 3D ニット、非常に完成度が高いんですが、扱いのしやすさは圧倒的にこちらの方が上だと思いますし、あとは肌触りがすごくいいんですね。ほとんどニットというよりはスウェットに近いような感覚で、ストレッチも効いてますし、着心地もいい。長時間着ていてもストレスがないというところ、このあたりが最大の魅力だなと思っています。そしてこのアイテムというのは基本的には毎シーズンやっているものなので気軽に買い替えやすくて、なおかつ値段も安いというところ、ここも最大のポイントだと思うんですね。特に今僕が着ているようなホワイトとかライトグレーだとか明るめのカラーだとより汚れが目立つので敬遠されがちなんですが、こういったアイテムこそユニクロで揃えることである程度コストダウンを図ることができますし、あとはですね、ミニマリストの着こなしっていうと結構暗い色が多くなりがちなんですね。コートだとかアウター系はやはり黒が多いですし、ボトムスも黒が多くなってくるので、どこかに明るい色を使いたいという時には、こういったニットでですね、差し色的にライトグレーとかホワイトを使っていただくとバランスがいいかなと思いますし、そういったものはなるべく価格を抑えて洗濯がしやすくて、なおかつ買い替えやすいというところで、すごくですね、ミニマリスト的には使い勝手がいいアイテムになっているかなと思っています。で、サイズ感に関してはこの商品は割とですね、コンパクトなので、あえてワンサイズ上を選んであげて、ややゆったり目で着てあげた方がちょっとこう今っぽさも出るかなと思うので、そのあたりに気をつけながらですね、ぜひこちらのアイテムも皆さんチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて2点目のアイテムなんですが、僕が今着ているこちらのですね、いわゆるソフトシェルジャケットと呼ばれるものですね。まあ、もともとはアウトドアで着用することが多いような軽量で使い勝手のいい短い丈のアウターなんですが、これはミニマリストにとってはマストで持っておきたいアイテムの一つかなというふうに思っています。まあ、こういったソフトシェルには様々なブランドのものがありまして、僕が今着ているようなアークテリクスだとか、皆さんもよくご存知のですね、ノースフェイス、他にはですね、パタゴニアだとか、いろんなブランドがあるので、そのあたりは好みで選んでもらうのがいいかなと思うんですが、個人的にはですね、ミニマリストというちょっとストイックさを感じるような方々には、アークテリクスの雰囲気はすごく合うかなと思うんですね。まあ、僕自身がアークテリクスの大ファンということもあるんですが、こういったものすごくですね、春先に一着あると便利なので、ぜひ皆さんも揃えていただければなと思っています。T シャツの上に重ね着をするのもいいですし、あとはシャツの上に着ていただいてもいいので、一着あるとですね、様々なシーンで使いやすいですし、場合によっては先ほどもご紹介したテアトラのコートの内側に入れて、フードを出してですね、着る形も割とハマりが良かったりするので、一着あるとですね、すごく便利かなと思っています。僕が今着てるのはスコーミッシュフーディという形なんですけども、これはですね、アークテリクスのアウターの中でも比較的薄くて軽い、で、コンパクトになるというところがメリットの一つで、まあ価格帯的にもそこまで高すぎないんですね。アークテリクスって高いものになると10万円近くするものもあったりするので、その中では比較的買いやすいかなと思うんですが、まあ、唯一デメリットがありまして、それがですね、この腰の部分にポケットがないことなんですね。これがどうにも寂しいんですね。やっぱりこう男性ってちょっとポケットに手突っ込みたくなるじゃないですか。その点が満たされないのが唯一のデメリットかなと思っていまして、まあ、ここにポケットがあった方がいい方はですね、個人的におすすめなのは、アークテリクスのベータ LT というモデルなんですね。これはこちらよりももっと張り感があって、しかも腰のポケットがあるので、個人的に今狙っている一着なんですね。ちょっと値段は高いんですよ。5万円ぐらいしてしまうので、なかなか個人的にも手が出ないんですが、ちょっとですね、お小遣いを貯めて買ってみたいなと思っている一着なんですね。こういったシャカシャカ系のアウターもそこまで大きなトレンドがなくて、一着買えば数年単位で使えるので、ここに関してはミニマリストの方、しっかりと投資をするのもいいかなと思いますし、なかなかそこまでは出せないという方は、ノースフェイスだとかパタゴニアでも1万円台ぐらいでですね、こういったソフトシェル買えるかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、こういったコンパクトにまとまるようなソフトシェル、一着揃えていただければなと思っています。
はい、続いて5点目のアイテムはこちらですね。皆さんもご存知の通り、ユニクロ U のオーバーサイズコットンエアリズム T シャツですね。これはもうミニマリストの方であれば、マストで数色は持っておいていただきたいようなアイテムかなと思っています。まあ、僕自身も大好きでこの T シャツ何枚か持っているんですが、まずはですね、ユニクロの中でも定番的なアイテムになっていて、様々な季節に気軽に買いやすいというところ、ここが最大のメリットだと思っています。そしてサイズ感もですね、適度にゆったりとしていて、トレンド感もありつつも、かなり合わせやすいというところも、すごくミニマリスト的にもハマりがいいポイントかなと思っています。で、この T シャツに関しては、正直値段もですね、そんなに高くなくて気軽に買いやすいので、僕はですね、白だとかブラックだとか、ミニマリスト的なカラーもいいかなと思うんですが、ちょっとこうシーズンカラー的なパープルを選んでみたりだとか、あとはちょっと明るめのネイビーだとか、あとはオリーブですね。こういったものでちょっと遊びを聞かせてあげるのもすごくバランスがいいかなと思うんですね。先ほどからお伝えしている通り、アウター系とかはあまり色を遊ぶことができないんですね。例えばコードとかの色を遊んでしまうと、どうしてもですね、着こなしの幅が限られてしまうので、遊ぶとしたらその内側に着るもの、こういったものでちょっと変化をつけるのがいいかなと思うんですね。その点、ユニクロ U のエアリズムに関しては、かなりカラーバリエーションも豊富ですし、値段もお手頃なので、気軽に買い替えやすいというところでは、まあ、やっぱりミニマリスト的にはマストなアイテムかなというふうに思っています。例えば先ほどのアークテリクスのアウターの内側にですね、こういった春らしいパープルを持ってくるのもいいかなと思うので、ぜひですね、ミニマリストの方は、これは鉄板 T シャツかなと思うので、まあ、ミニマリストであまり量は持ちたくないかもしれませんが、せいぜい2、3枚持っておいても損がないかなと思うので、ぜひチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、僕が着てるようなこういったバンドカラーシャツですね。これはですね、結構ミニマリスト的にも使い勝手のいいアイテムかなというふうに思っています。まあ、シャツっていうとですね、小綺麗な印象があるので、先ほどのようなニットもトップスの1枚としてあってもいいかなと思うんですが、それよりも少し小綺麗な感じとか、あとは丈の長さを活かしながら重ね着を楽しむという意味では、こういったカジュアルなシャツも1枚あるとミニマリストの方も便利かなと思うんですね。アウター自体のバリエーションがそんなに少なくとも内側に着るものが変わるだけで印象が大きく変わるので、シャツもですね、皆さん1枚は持っておくといいかなと思っています。で、シャツを選ぶ時のポイントなんですが、襟の形ですね。これ次第で見え方が全然変わるんですけど、個人的にはですね、こういった少しトレンド感のあるバンドカラーシャツですね。こういったものが重ね着もしやすいですし、あとは通常の襟に比べると適度にカジュアルな感じがするので、意外とですね、様々なアイテムにも合わせやすいので、こういったものが1枚あると便利なのかなと思っています。僕が今着ているものはですね、手前味噌で申し訳ないんですが、ソーという自分のブランドのものなんですけども、ストライプ柄ですね。僕はこういったストライプのシャツが大好きで、着こなしの一つのアクセントになりますし、縦長でシャープな雰囲気も楽しめるので、まあ1枚あるとすごく便利だなと思って作りました。そして1枚で着ても重ね着で着てもいいように、ちょっとですね、この胸元に大きめのポケットがついてるんですね。これがアクセントになるので、1枚で着るのも楽しめますし、重ね着で着てももちろんですね、十分に機能してくれるので、こういったバンドカラーのシャツですね、1枚皆さんも持っておいていただければなと思っています。もちろん、スッキリとした白系のものもいいと思いますし、あとは淡いブルーのものでもいいかなと思います。こういったものをですね、ユニクロで買ったりだとか、あとは様々なセレクトショップでも取り扱いがあるので、ぜひ1枚揃えていただくと、すごくですね、小綺麗なスタイルが作りやすいので、すごく便利かなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて6点目はですね、今僕が履いているような、ブラックのですね、スラックス調のイージーパンツですね。これはですね、僕の動画の中では散々出てきますが、もう本当にですね、ミニマリスト的には鉄板のアイテムだと思うんですね。まあこういうところは僕もですね、結構ミニマリスト的だなと思ってるんですが、ボトムスはあんまりバリエーションいらないなと思うんですね。トップスだとかアウターを変えてあげれば、だいぶ見せ方っていうのはですね、変えられると思うので、ボトムスに関してはもう固定化してしまった方がはるかに楽だし、コーディネートも決まりやすいんですね。そういった意味で一番使いやすいのは、僕はこういったブラック系のスラックスのアイテムかなと思っています。まあセンタープレスが入ってる方がちょっと綺麗めに見えるという特徴がありますが、あとはですね、フィット感ですね。ここは結構好みによるかなと思うんですが、まあ、ミニマリストの中でもちょっとセンスのいい雰囲気を出したいなという方には、タイトなものよりはちょっと今の雰囲気が漂うような
ややゆったりめのシルエットが使い勝手がいいんじゃないかなと思っています。その点ですね、僕の中では鉄板はユニクロ U のですね、ボトムスなんですね。僕は2本のですね、クロスラックスを愛用していまして、一つはレギュラーフィットテーパードと、今履いているものはですね、ワイドフィットテーパードと呼ばれるもので、少しですね、ゆとりがあるんですが、膝から下にかけてテーパードが効いているというもの。これがですね、めちゃくちゃ使いやすくて、かなり履き倒しているわけなんですね。ただ、これらは今現行では売っていないので、個人的におすすめなのは、ユニクロの定番であるスマートアンクルパンツの中で、リラックスフィットのものがあるんですね。これがですね、すごく良くて皆さんにご紹介したいんですが、意外と置いてあるお店が少なかったりだとか、ウェブで売り切れになっているんですね。今後多分再販するような気がするんですが、これがですね、おそらく気軽に買えるユニクロの中では間違いのない選択かなと思うんですね。僕が今履いてあるワイドフィットテーパードよりは少し細めになるんですが、やはりですね、今の雰囲気を取り入れたような程よくゆったりというところを気軽に試せるのはユニクロのスマートアンクルパンツのリラックスバージョンなので、そちらが再販されたらぜひ皆さん、ミニマリストの方の鉄板のユニフォームになると思うので、ぜひチェックをしていただければなと思っています。もし現行で使うのであれば、普通のスマートアンクルパンツとか、そのあたりがですね、まあまずは鉄板かなと思うので、ぜひこういった黒系のパンツがですね、ミニマリストの方にとっては着こなしの基本になりますので、皆さんも揃えていただければなと思っています。はい、続いてラスト7点目は、こちらのようなニューバランスのグレーのスニーカーですね。これはですね、ミニマリストの方にお勧めしたいトレンド感もあって、今っぽいスニーカーでもありますし、意外とグレーのスニーカーってそこまで汚れが目立ちにくいんですね。白のレザースニーカーとかは鉄板で大人の男性には持っておいていただきたいんですが、なんせ汚れやすいというところがデメリットだと思うんですね。一方でブラックのレザースニーカーみたいなものは結構ミニマリストの方がですね、こぞって履くようなものではあるかなと思うんですが、どうしてもボトムスも黒で、さらにですね、靴まで黒だと足長効果は楽しめるんですが、ちょっと着こなしとしては単調に感じてしまうので、そのあたりはですね、こういったちょっと旬さもありますし、なおかつですね、定番的な位置づけでもあるので、ニューバランスのスニーカーが一足あると、すごく使い勝手がいいかなと思ってるんですね。このスニーカーの良いところって、どんな着こなしにもハマりやすいところなんですね。例えばアークテイクスのようなスポーティーなアウターにもハマりますし、ケアトラのようなちょっとですね、着丈が長くて、ドレッシーな雰囲気のあるようなコートにもハマりがいいので、様々なシーンで使えるので、これ一足あれば結構便利かなと思うんですね。もちろん二足あっていいと思うので、今話題になっている GU のリアルレザーのですね、ブラックスニーカーと、あともう一足はこういったニューバランスのグレーという形で、二足あるとですね、すごく便利かなというふうに思っています。僕自身は今合計で三足所有をしていまして、こちらの99にはちょっとレアでなかなか手に入らないんですが、1500だとか、あとは手に入りやすいところで言うと996ですね。このあたりがベーシック、定番的で使いやすいかなと思うので、ぜひですね、ちょっとセンスのいいミニマリストを目指すのであれば、旬なニューバランスのスニーカーを取り入れながら、着こなし全体を真っ黒に仕上げるのではなくて、足元には少しグレーなんかを取り入れたりだとか、あとは内側に着るものですね。こういったものに、ストライプ柄を入れたりだとか、あとはユニクロ U のエアリズムのちょっと綺麗な色を取り入れたりだとか、アクセントカラーとかそういったものを交えてあげると単調になりすぎないかなと思うので、ぜひ皆さんもそのあたりを意識しながらアイテムを買い揃えていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではミニマリストが春に揃えるべき服、ベスト7ということで皆さんにですね、動画をお届けさせていただきました。まあ、正直ですね、価格帯は本当に様々だったと思います。安いものだとユニクロから高いものだとですね、ちょっとぶっ飛んだものまでありましたが、ミニマリストとしていろんなアイテムを揃えるためには、緩急使い分けて様々なバランスでアイテムを構成することが結構大事なのかなと思っています。長く使うものには投資をして、消耗品に関してはなるべく手軽に毎シーズン買い揃えられるような定番品を選ぶということ。ここがすごく重要かなと思うので、ぜひですね、これからミニマリストを目指す方だとか、すでにミニマリスト的な生活をしている方には、今回の動画を参考にしながらですね、少ない服の中で存分にファッションを楽しんでいただければなと思っています。
これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。